あら残念、せっかくの回復薬が。あらら、今ので決めるつもりだったのに。エレンさん、どうして？なんでこんなこと、説明してくれ。苦しそうね。でも安心して、すぐ楽にしてあげる。小僧、あの娘は今ウロボロスに憑依されておるのだ。え？なんだ、もうバレたか。もう少し遊ばせておいてもらいたかったのだが、バラすのが早すぎるぞ。おざけ！貴様に思い通りにさせるわけがないだろう。小僧、私の力を使え。再生の力だ。ミラージュ！お年寄りと子供たちを優先して城内へ。はい。全員を誘導したら城門を閉め、あなたたちはウロボロスを迎え撃つよう配置について。はい。城門も守りもウロボロスを前にしたらあまりにも脆弱。でも何もしないよりはマシ。アル君、私守ってみせる。だからミラージュ、この体はそう長くは持たん。あやつのガードを無効化させれば、私が授けた力で浄化できる。そうすれば娘を救うことができる。この娘のことが大事なんだろう。さあどうする。どうだ人間、貴様にこの身を攻撃できるはずか。貴様、
この娘よ。ヘレンさんの目が俺に訴えてきたんだ。さあどうする。いいのよアルク、いくら憑依されてるからといって私の手で誰かを傷つけたくはない。だからお願い、ウロボロスと一緒に全てを終わらせて。ヘレンさん。これでよかったんですね、ヘレンさん。ええ、ありがとう。大丈夫ですか？舐めるなよ。我の勝ちだな、ミラージュ。これでもう誰にも邪魔はさせぬぞ。え？なんだ？こいつの心は何もない。いや、なんだと黙々と土地を耕してる。こいつの心、つける隙がなさすぎる。まさか我の憑依を阻むだけでなく弾き返した。貴様の負けだ、ウロボロス。これで終わりだ。感謝するぞ、コウソウ。気がついたのね。ここはギルドの診療室よ。大丈夫なの？どこも痛くない？ああ平気だよ。よかった。心配かけて悪かったよ。まあアルクなら大丈夫だって思ってたけど。いや、さすがにそれは。それでウロボロスは？アルクとミラージュのおかげで無事浄化されたわ。よかった。ただミラージュも力を使い切ってしまったみたいで、あのあと光と共に消えてしまったの。そうですか。ミラージュってあの伝説の清流ミラージュのこと？うん、俺のピンチに突然姿を現して力を貸してくれたんだ。ふーん、不思議なこともあるものね。だよね。そういえばヘレンさん、ウロボロスに憑依されてたけどもう大丈夫なんですか？私？うん、全然平気よ。ただちょっと、お、ちょっ
ょっと面白いことになっちゃったけど。その手まさか今もウロボロスが。待って待って、違うの。えいね、ほら戻ったでしょ。おー、これ両手両足、自分の意思でオンオフ可能なのよ。便利でしょう。そういう問題じゃ。どんな時便利なのか。ウロボロスが消えたのにこの力が残っていることには抵抗があったわ。でも今までは人を殺すために使われてきた力を、これからは人を助けるために使っていけるんじゃないかって思ったの。それにあなたが伝えてくれたライ君の伝言。俺は姉ちゃんの命を助けられて後悔なんてしてない。それに生き残ったんならみんなの分まで幸せになるのが姉ちゃんの義務だ。私が幸せに生きないとあの子が救ってくれた意味がないから。そうですよ。なんか良さげなムードなんですけど。そんなことないってば。あら、そう？そういえばよくアル君と一緒にいるみたいだけど、あなたは？あ、フィリアって言うんだ。アル君とはどういう関係？関係？幼馴染ってところかしらね。そうそう、それもすっげえ幼馴染で。へえ、幼馴染ね。改めてよろしくね。え、こちらこそ。おヘレン、大丈夫か？ヘレン、ちょ、ヘレン、皆さん。もう私は止めたんだよ。なのにこの人たちったら聞かないんだもん。アル、よくぞ無事戻った。お前今度はウロボロスを倒したって。ま、俺が助太刀に行くまでもなかったか。はあ、ドワーフ一匹でアタフタするルークがどの口で言ってるわけ。なっ、なんだと。静かに欲しい。アル君の体に触るだろ。大丈夫です。ほら、この通り。おお、さすがアル。よーし、ウロボロス討伐記念に祝杯と行きますか。いいね。ギルド長のおごりで。え、なんでわしのおごり。いいじゃないですか、我がギルド所属の冒険者がウロボロスを倒したんですよ。いやいや、俺だけの力じゃないんだけど。きっと城から報奨金とか出るんじゃないですか。そうなのか。出しちゃうわ、ドバーっとね。ちょ、フィッ。出るといいわね、ドバーっと。まあ出るか出ないかは姫君のファル様次第だしな。うんうん、そりゃそうよ。うん、そうね。とにかく飲もう。おお、乾杯。放浪者にして勇敢な冒険者アル・ウェインへ乾杯。で、偉大なるギルド長であるわしにも乾杯。さあ、たくさん食べてしこたま飲んで、明日からまた頑張ってくれよ。ギルド長のおごりだから遠慮するなよ。あ、ほどほどにな。ほんと、ほどほどに。おらアル、お前主役なんだからこっち。ダメだって、他人に無理やり進めるのはダメで。アルッチ、何飲んでるの。レモネスカッシュなど。そんなジュースより一緒に飲もうぜ。絡むなっちゅうの。ほら行くよ。あまり遅くならないように帰らなきゃ。明日は朝からジャガイモの収穫があるしって。また畑のこと考えてたでしょう。今日くらいはいいんじゃないの、思いっきり楽しんでも。ま、そうだな。本当にお疲れ様でした。アル君、君やっぱり私が見込んだだけのことはあったわ。そう言ってもらえると嬉しいよ。私ね、城壁の上でウロボロスを迎え撃つ覚悟で立っていた時、自分なんて叶いっこないって分かっていたけど、でもきっとアル君も頑張ってるはずって思ったら、私も持てる力を全部出し切って守らなきゃって思えたんだよ。そうか。すんげー。右オン。
左オン、右足オン、右オン、左オン、右足オン、右オン、左オン、右足オン、右オン、左オン、右足オン、イエーイ。トラルタ元飲もうよ。奥さん飲みすぎ。先癖は右オン、左オン、やりすぎ。わしの若い頃は悪いな、テスター。朝から手伝ってもらっちゃって。なーに、気にするな。久々にあるの手伝いができて楽しかったよ。そうか。でも、オートの畑とシルス村の畑の掛け持ちってさ、結構大変だろ？いや、全然。俺、土いじりしてる時が一番幸せだからさ。大変なんて思ったことないよ。さすが超一流農民だな。言うことが違う。茶化すなよ。アルさんにお手紙です。サンキュー、リークス。にしても、俺が今日こっちにいるってよくわかったな。そりゃもう、プロですから。なるほどな。ただものじゃないな。てか、またラブレター？ルシカさんから？多分。いや、父さんからだ。急用か？ある上、元気にしてるか。俺と母さんは元気だぞ。ところでお前、オートに引っ越したんだってな。俺たちが引っ越すときに一緒に来ないかって誘ったら、農民になるからってついてこなかったのに。どういう心境の変化だ。まさか女でもできたんじゃないだろうな。まあそれはさておいて、単刀直入に言おう。会いに来てくれないか。手紙に金を同封しておいたから、それで馬車に乗るなどしてこっちに来てほしい。だって、寂しがってんじゃないのか。もうどれくらい会ってないんだ？ほら、考えなきゃ分かんないぐらい会ってないんだろ。たまには顔を合わせてやれよ。ギルドの依頼もあるし、今抱えてる依頼が終わったら行ってみるか。取れたて、取れたて、甘くてうまいトマテだよ。めちゃくちゃ美味よ。絶品トマテ一つくれ。トマトマトマ。はい、お兄さん、140ネルね。色よし、形よし。兄さん大丈夫かい？うまい、うますぎる。甘さ、酸っぱさ、鮮度が桁外れすぎる。店主、店主教えてくれ、このトマテの産地は。リコピン、ベータカロチン、ビタミン C の栄養素が超豊富な上、甘さと酸味のハーモニーが絶妙。知りたい、その栽培方法を。頼む、教えて。どこさん、誰さん、ねえねえねえ。兄さん何者だい？俺、農民。俺もこんなうまいトマテを作りたいんだ。なるほど。このトマテはルルグスから仕入れたんだ。ルルグスでは変わった肥料を使ってるらしいが、美味しいのはそのせい。何なんだ。あら、アル君、おはよう。今日は早いのね。ヘレンさん、実家に帰らせてください。え、何、どうしたのアル君。ギルド辞めたいの？ギルド嫌い？それとも私、この前酒盛りでルークにいじられたから。何か不満があるなら謝るから。それとも私。いえいえ、そういうのじゃなくて、実は俺の両親ルルグスに移住してるんです。そこにいい肥料があるみたいなんで、それを買いに行くついでに久々に顔を見せに帰ろうかと。なんだ、そうだったの。てっきり私ったら。で、相談なんですが、今引き受けている俺の依頼を他の人に割り振ってはもらえないでしょうか。そうね。あ、これなら私が引き受けるわ。え、ヘレンさんが？でもそれって魔物討伐の。実は受付の傍ら、週 2,3 回くらい討伐依頼を引き受けているの。フランク、いつの間に。ウロボロスの力を使いこなせるようになってから、討伐がどんどん楽しくなってきて。目覚めちゃったんですね。というわけだから、アル君、里帰り、行ってらっしゃい。あー、なんか別の意味で心配だけど、まあいいか、急いで立つか。アル君。ファル、間に合った。依頼に行くんでしょ。私も同行させてもらうからね。私、さすがにギルドには登録できないけど、アル君についていって少しずつランクも上げたいし。ああ、それが。ん？里帰り？そうなんだ。
だから今回は俺一人で。じゃあなおさら一緒に行かなきゃ。ご両親に挨拶とか。いやいやいや、そういうの必要ないから。でもちゃんと戻ってくるでしょ。もちろん、畑もあるからそう長くは開けられないしね。そっか、ならいっか。で一緒に行っていい？いや、だから今回は。そうだね、せっかくご両親に会いに行くんだもんね。で一緒に行っても。逃げたし。参ったな。なんでいつもついてこようとするかな。ルルグスに着いたらトマテの肥料を探そう。あんな美味しいトマテを栽培できるなんてワクワクだよ。最近魔物だのウロボロスだの厄介な案件ばかりだったもんな。やっぱ俺は農民。この気配。おおけが。友好の印？そうか、オークでもオスだから俺と友達になりたいのか。やらないか。え？そっちかよ！ちょ、俺急いでるんだ！鼻息くさ、動くな、押し当てるな、いやー、オーク、いやと、君、大丈夫？